田音楽教室ピアノ講師の福田理恵です。では今日は iPad を使った楽しい練習法を皆さんにお伝えしたいと思います。今日使うのはミュージックスタジオというアプリです。こちらのアプリを使ってやってみたいと思います。この詳細は下にリンクを貼っておくので見てください。ではちょっと立ち上げてみますね。どういったものでしょうか。ここにまずメロディーを録音します。これでいってみますね。できました。これに伴奏をつける今日は練習をしてみたいと思います。こんな感じです。皆さんもやってみてください。じゃあねー。